皆さんこんにちは。徳島県の西祖谷山村に今来ています。アルセというところですね。今日は茶摘みに一日来ております。はい、今日のねこの絶景ぜひねご覧いただけたらなと思います。カメラの方少し回しますね。はい、下の方でね皆さんこれね茶摘み今されてるんですよ。この景色すごい絶景でしょう。はい、今ですねお昼終わりましてライブの方をしております。ちょうどねもうお昼終わりまして皆さん今からお昼からの茶摘みをスタートしております。下の方でね皆さんこれ茶摘み慕われているんですよ。見えるかな。ものすごいね急斜面なんですよ。天空の山茶です。はい、あ、見に来てくださってありがとうございます。今すごいね絶景です。こちら徳島の秘境と言われる西祖谷山村のアルセですね。今来てます。今日ねすごく晴れていてもう暑いぐらいなんですけれども、もうすごくねここからの風がね気持ちいいんですよ。あ、メッセージいただいてますね。ありがとうございます。消えちゃった。あれ消えちゃった。あ、先生こんにちは。お待ちしてますです。素敵な風景深呼吸したくなりますねっていうメッセージですね。 ありがとうございます。はい、すごいでしょう。あ、今ライブ中。おー、ライブ中。 YouTube ライブしてます。映りますか。入ります。あ、入ってくださる方がいらっしゃるそうなのでよかったら一緒にどうぞ。お、お茶の中、はい、入るの。はい、こんにちは。今私の YouTube でライブしてます。お、こんにちは。こんにちは。よろしかったら自己紹介を。ベサニーと言います。ベサニーさん、はい。何してらっしゃいますか。あ、今日はちょっと写真撮ってますね。あの、いろいろ取材やってて、はい、海外向けのコンテンツ作るためにあのいろいろ情報発信やってます、はい、よかったらそのコンテンツ紹介 してください。よかったらあのインスタとフェイスブック両方ヒデン徳島という海外紹介をやってるのでよかったらフォローしてください。ヒデン徳島だそうです。綴りはちょっと難しいかもしれない。綴りじゃあ綴り今はHIDDEN ヒデンと徳島 TOKUSHIMA。 はい、そんな感じ。いろんなとこね取材されてるんですよね。そうですね、だいたい西屋はあの徳島の西の方、うん、取材やってて観光スポットの紹介と文化の紹介、こういう素晴らしいところみたいな紹介、ね、田舎文化紹介とか。すごい、カナダからいらっしゃってるんですよね、うん、カナダからですね。6年目徳島は素晴らしいところなんでずっと住みたいなと思って。すごい嬉しいですね。徳島に気に入ってずっといらっしゃってくれるっていうのは。うん、英語のなんか先生も。あ、そうですね、最初は4年間英語の先生として来たんですけど、はい、やっぱりいいところなと思ってもうちょっと住みたいなと。今観光の仕事やってて、はい、ね、うん、さっき知り合ったんですけど、はい、一緒にお弁当もいただいて楽しかった、うん、ね、お昼からね、みんな本当にね優しいし、うん、あったかいですよね、うん、大歓迎ね。そう、ここにもラフティングできるらしい。あ、また来たいな。この川に、結構急な川ですよね。そうだね、うん、見えるかな。そう、色はめちゃめちゃいいね、色がすごい綺麗。なんかあそこだけエメラルドブルーというか
か、なんか色がすごい綺麗ですよね。はい、素晴らしいよね。綺麗ね。ありがとうございました。ちょっと撮ります。写真たくさん撮って帰ってください。ありがとうございます。見に来てくださってありがとうございます。これからね、お昼からも茶摘みします。見て、すごい。これね、見えるかな、このね、新芽の部分、この先ね、摘むんですけども、これお茶の葉っぱなんですよ。このね、先の新芽のところだけをね、手で皆さんこう摘んでいくんです。で、下の方はね、本当に急斜面なんですね。だから機械がこう入れるところじゃないから、皆さんね、すごい、見えるかな、すごい斜面でですね、作業されてるんですよ。結構足がもう筋肉痛になりそうなぐらいすごい斜面なんですけれども、こうやって一つ一つね、手で摘んでいます。今年すごくね、歯が柔らかいなって思いました。去年もうちょっとね、硬かった気がしたんですけれども、すごいね、この柔らかいね、お茶ですね。これは7月の和モダンフランス菓子の米粉の絹ロールで、この幻の天空の茶葉を使ってね、お菓子を作っていきますので、皆さんにこの天空の茶葉をお届けできるのが嬉しいです。ぜひね、作ってみてください。はい、今日はね、見に来てくださってありがとうございました。はい、皆さん作業されているので、私も作業に戻りたいなと思います。ちょっとグラグラしてるところですみませんが、景色を一回ぐるっと、はい、メッセージありがとうございます。ありがとうございましたっていうメッセージ。はい、ありがとうございます。では短いですけれども、さようなら。